ペータースドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のアイハッハイコールフリートベルク軍に属す、マチソンでアイントリング行政共同体を構成する自治体の一つである。ビルプレヒツツェル集落、ペータースドルフは、アウクスブルク地方に位置し、アウクスブルクから北東に約 20km、軍庁所在地のアイハッハから西 22km に位置する。 この町は、公式には9つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ペータースドルフは、バイエルン選定公領のミュンヘン会計局を呼び、アイハッハ裁判所に属した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村例によって、アルスモース、ペータースドルフ、シェーンライテン、ビルプレヒツツェルの4つの町村が成立した。 1978年5月1日に、これら4つの町村から、現在のペータースドルフが成立した。この町はかつては、オーバーバイエルンに属していたが、1972年の市町村再編以降、シュバーベン行政管区に属している。ディートリ・ヒビンダーは、2020年から町長を務めている。議会は、第一町長と12人の議員からなる。ズガラ、銀と青に、 左右に分割。向かって、左は赤いジグザグの帯の下に黒い相当のナイト。向かって、右は金色の湾曲下、修道院長杖の下に3つの金の玉。修道2035号線と修道2047号線がこの町で交差する。ありがとうございます。